渋沢栄一先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。渋沢栄一です。今年は私が生まれて、ちょうど180年目という、節目の年であるのを教えてもらいました。どうぞ。見事除幕して結婚しまして渋沢栄一アンドロイドの登場でございます。主役にしたテレビドラマ、これも放送されることが決定したんですよ。私の顔が日本の紙幣の肖像画でした。私も長く銀行に携わってまいりましたが、ますとこれは孔子の論語によるほかはないのです。ゆえに皆さんご清聴ありがとう。70代のはもう白髪がいっぱいあるんですけど、70代のは凛々しいんですよね。じゃあちょっと